イワン・マスレニコフ・イワン・イワノビチ・マスレニコフは、ソ連の軍人、チェキスト、政治家。上級大将。ソ連邦英雄。戦後は、内務次官を務めた。サラトフ郊外のチャルイクラ村出身。1918年、赤軍に入隊。ロシア内戦時、騎兵軍、騎兵連隊、旅団を指揮し、白軍と戦った。 1924年8月、全連邦共産党に入党。1928年から、国境、国内軍に勤務し、第11ホレズム騎兵連隊を指揮して、パミールとカラクム砂漠のバス町と戦った。1935年、フルンゼ名称軍事アカデミーを卒業。 1936年1月、ロシアソビエト連邦社会主義共和国内務、人民イ部国境軍局戦闘訓練課長補佐。1937年9月、アゼルバイジャンソビエト社会主義共和国国境軍局副局長。1937年12月から1939年2月、白、ロシア NKVD 国境軍局長。 ラブレンチー・ベリアが、ソ連内務人民委員に就任すると、1939年1月から2月に、白、ロシア第一副内務人民委員を兼任し、エジョフ派の粛清に関与した。1939年2月、軍担当副内務人民委員に任命され、国境軍総局、鉄道施設警備軍、特別重要産業企業警備軍、護送軍、 軍事補給部隊、軍事建設部隊を統合した。独ソ戦勃発と共に前線に立ち、第29軍司令官、第39軍司令官、北カフカーズ戦線司令官を歴任した。1943年7月まで、副内無人民委員のままであり、特戦隊の創設者の一人でもあった。その後、正式に赤軍に移り、第42軍司令官、 ボルガ戦線、南西戦線、第三ウクライナ戦線、レニングラード戦線の副司令官を歴任した。対戦末期、第三ゾイバルト戦線司令官となり、ドイツ軍のクールランド軍集団の撃滅に参加した。1945年6月から極東軍副総司令官となり、関東軍の撃破に参加した。 1945年から1947年、バキン軍管区とザカフカーズ軍管区の司令官。1948年、参謀本部軍事アカデミー付属高等学術課程を終了。1948年6月、ソ連内務省に移り、軍担当内務次官に任命された。マスレニコフは、警備、護送軍、教育施設等を管轄した。 スターリンの死とベリアの権力掌握後も内務次官のポストを維持した。ベリア一派が逮捕された後もマスレニコフは無事だったが後に内務省内の捜査が開始されると摘発を恐れて拳銃自殺した。第1期第2期ソ連最高会議大議員。第18回第19回党大会において党中央委員候補に選出。ソ連邦英雄。 レーニン勲章4個、赤旗勲章4個、1等、スボーロフ勲章、1等、クトゥーゾフ勲章2個、赤星勲章受章。ありがとうございます。